こんにちは、白井ミュージックの白井としみつです。今回ご紹介するのはこちら、ジルジャンの K クラッシュライド18インチです。では音の方を聞いてみてください。ということでいかがだったでしょうか。重さが 1540g という重さです。クラッシュライド、クラッシュなのかライドなのかよくわかんないと思うんですけれども、一応ライドカテゴリーに入ってるんですが、どちらかといえば僕はクラッシュだと思っています。形状がちょっとクラッシュっぽいので、で、ちょっとクラッシュの重いやつというよりは広がりはある気がするので、難しいところなんですけれども、ベルがね18インチ割と大きめで、しっかりと通るし、まあ、クラッシュしても綺麗に、これ特にクラッシュすごい綺麗ですよね。こう濁りがなくすごい綺麗に、いってくれる。しかもかつちゃんと K 独特の、ダークさっていうのもありながらという形ですね。ピングオン、ここカツンとした時の音もすごい明快に出ますし、これ1枚でいろいろやるとか、普通今だと20インチと18インチとか20インチと16インチの組み合わせの方多いんですけれども、16、18とかで、やる時とかは割とこれはトップに、トップってね、トップシンバルってこっちのシンバルのことですね。ライトシンバルの位置に、持ってくるシンバルにしてもいいんじゃないかなと思います。これですね、あとは本当1枚でやるこのクラッシュライドってすごい名前がいいですよね。なんていうのかな、本当ただのシンバルっていう感じがして、なんかクラッシュなのかライドなのかって考える方が僕は何だったんだろうと思っちゃうよね。クラッシュしたいのかライドしたいのか、このシンバルでクラッシュしたいんですかライドしたいんですかみたいになっちゃうような、なんかちょっと自問したくなる感じも含めて、もう音としてはすごい何でも使える、実際なんかどっちつかずというわけではなく何でも使える感じがして、すごくおすすめなシンバルですね。こういう感じで、シンバルですね、2枚同じシンバルを作ることはできませんので、もしこの音ですね気に入ったらよろしくお願いします。それでは白井ミュージックの白井としみつでした。